安倍首相、アメリカ、トランプ大統領と電話会談。本日、安倍首相がアメリカの要請に応じ、トランプ大統領と電話会談いたしました。この会談の中で安倍首相は、両首脳間の信頼関係を基礎に、日米関係が強化されたとお礼をいたしました。また、日米同盟を強化していくことに、 変わりはないので安心してほしいと説明し日米関係は驚くほど素晴らしいものだったとの認識を共有しましたさらに北朝鮮による日本人拉致問題の解決に引き続き協力するよう要請しましたまた日米同盟をさらに進化させるべくミサイル阻止に関する安全保障政策の 新たな方針の具体化を進めていきたいと表明しました。さらに、日米が今後も COVID-19 の治療薬やワクチンの開発普及で協力していく方針を確認しました。トランプ大統領は、安倍首相は日本市場で最高の首相だった。最も親しい友人である安倍首相の辞任を寂しく思う。しっかり療養して健康状態を回復してほしい。 日本の将来において大きな役割を果たすことは間違いないと発言しました。またトランプ大統領は電話会談の後ツイッターにて、私の友人と素晴らしい話をした。心臓は日本史上で最高の首相と評価されるだろう。アメリカとの関係は最高だった。特別な男だったと。 発言されておりますが、まあ、この安倍首相とトランプ大統領との関係、G7 などにおいてトランプ大統領が困ったら安倍首相に頼る場面がたびたびございましたので、まあ、こういった安倍首相の辞任はトランプ大統領にとってもアメリカ政府にとってもかなり困った事態になるんじゃないかと思われます。まあ、今後 トランプ大統領が再選されるかどうかまだわかりませんが、アメリカ政府には今後も日本との関係強化を続けていただき、日本もアメリカも中国に対抗していく上で、両国間の関係をさらに強化する必要がございますので、 ぜひとも、アメリカ政府には、今後もですね、日本との関係を強化し続けていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。